鹿島ショッピングセンターは、福島県いわき市鹿島町にある複合ショッピングセンター。福島県いわき市内で最大クラスの小売施設で、福島県内でも大型である。いわき市内59の小売業者が地元小売産業の発展のために設立した株式会社鹿島ショッピングセンターが運営する専門店街エブリヤとダイエーいわき店が一体となり、市内中心部に位置する鹿島町に1995年10月26日に開業した。ショッピングセンターの核としてダイエーいわき店が入居し、もう半分がエブリヤが運営する専門店ゾーンとなっていたが、ダイエーはいわき店がピークとなった1998年2月期で、売上高約68億円と当初目標の78億円を達成できなかった上2005年2月期に、売上高約37億円まで落ち込んでいたところに、本体の経営不振による店舗整理が重なって2005年11月30日に閉店して撤退した。ダイエーの店舗跡には2006年4月21日に、ヨークベニマルエブリヤ店が新たな各店舗の一つとして開店した。なお、ダイエー閉店後もオートスロープや平面駐車場側の入り口のドアは残されている。2階建ての売り場と屋上駐車場で構成されており、敷地内の他に道路を挟んだ場所にも広い平面駐車場があり、歩道橋が店舗と直結している。2018年にはこの平面駐車場の一部にテナント棟が建設された。エブリヤの名前の由来はみんなを意味するエブリワンから。当施設の開業以降、福島県道26号商業浜平線沿線でロードサイド店舗の建設が進んだ。と ABCD ダイエーいわき店撤退地元の経済界に衝撃。河北新報 ABCD東北初のハイパーマート、ダイエーいわき店が開店、平日高い集客力。日本食料新聞、ABCD、ヨークベニマルエブリヤ店4月21日オープン、福島県いわき市。大阪特報、2018年6月15日に開業したイオンモールいわき小名浜は、鹿島ショッピングセンターを上回り、いわき市内及び、福島県最大の商業施設となった。初めての方へ、鹿島ショッピングセンターハット AB、ダイエー、東北初のハイパーマート、いわき店出店。日本食料新聞、AB 田中秀夫。ダイエー再建、いわき店が営業終了、後継店など具体化は先に。毎日新聞、ありがとうございます。